ずっとおしゃべりされてましたね。聞こえてました。うるさいって注意されちゃいました。そうですね、本当ギリギリまで喋ってて、少し静かにしてくださいって、運営側からの指示があったので、ちょっと静かにはしてましたけど、でも本当小さい時から一緒にこうスケートをやってきて、本当にもう仲良しというか、はい。村上さんはいかがですか。こうなんかこういうちょっと晴れの舞台に入っているわけなんですけれども、はい、3人のずっと何をお話しされてたか。さっきですか、はい、さっき本当にしょうもないこと、ネタをよくやるネタをずっと後ろでやってました。それやはり3人こうやって集まるともう他愛のない話をして、はい、さん、そうですね、もう小さい頃から。そうですね、小田くんはでも自分がシニアになってからが、そうですね、村上選手と初めて会ったのがちょうど14歳15歳ぐらいの時、で僕がもう23ぐらいだったので、まだ付き合いとしては、他の選手と比べるとそこまでは長くないんですけど、でもすごい、もう一番仲いい、一番仲いいぐらい、すごく仲良しで、一緒に最近はパンケーキを一緒に食べに行ったり、はい、してます。してます。仲いいですね。中にいる鈴木さんはいかがですか。お二人を見てて、いつもこの二人が変顔で写真を撮るのでカメラマンは大体私が務めています。はい、はい、あこちゃんが一番しっかりしているので、もう全て鈴木さんにお任せして、はい、止まった時はすぐ鈴木さんに。なるほど。